世界平和パゴダ日本唯一の正当なミャンマー式パゴダ地図世界平和パゴダは福岡県北九州市門地区の瀬戸内海国立公園敷地内の若目狩公園に近接した山頂にあり日本とミャンマーの親善と仏教交流及び世界平和第二次世界大戦時に門地港より出征した戦没者の慰霊を目的に設置された寺院で 日本で唯一ミャンマー政府、仏教会が公認しているミャンマー式寺院である。北九州市もじくの文字校は、第二次世界大戦中、200万人を超す将兵をビルマを含む南方の戦線、あるいは大陸の戦地へと送り出した地である。1958年、第二次世界大戦時の戦没者の慰霊を行うに、ふさわしい場所として、 ビルマ仏教会の拠出金と日本国内の寄付金でパゴダを当地に建立した。パゴダには現在もミャンマー仏教会から派遣された僧侶が常住し、戦没者の異例に加え、日本とビルマの首都ヤンゴンにある同盟の世界平和パゴダとよく似ており、参考に建設したものと考えられる。日本テイラワーダ仏教教会の初代会長、鈴木一世。 高野山大学文学部教授井上美馬ららは、この世界平和パゴダで修行をしている。文化庁が認定する日本遺産、関門、ノスタルジック海峡の構成文化財に選定されている。国の文化審議会は、2020年7月に世界平和パゴダを国の登録有形文化財とする、洋文部科学大臣に答申した。ありがとうございます。